こんにちは、石崎です。本日は12球団の平均得点ランキングについてお話ししたいなと思います。プロ野球、どんどん得点が取れなくなってきているチームが出てきました。投手を整備できているチームが増えてきて、新助っ人が2桁本塁打を打つことすら難しい時代になっています。ボールが飛ばないとも言われていますが、若手選手が苦しんだり、主力的な選手が低調というケースも珍しくありません。先日はパリーグのタイトルについてお話ししてきました。ある程度頻打が想像されていたチームもありますが、長打で期待されながら想像以上に得点力で苦しんでいる、そんなチームも目立っています。その中で今回は12球団の得点ランキングについてお話ししたいなと思います。まず西武。西武は現在平均得点で12球団ワースト、ある程度想定通りの頻打というか、助っ人が打てないとマイナスで突き抜けるのは想像していた通りです。現在2桁打点の選手は抹消中のアギラーと佐藤選手のみ、中村選手が5本塁打ではありますが、打点は9とチャンスでの1打では苦しんでいる部分もあります。100打席以上の選手で OPS5 割という選手はおらず、6割も佐藤選手、金子選手、源田選手、中村選手がやっと超えられているというくらいの状況です。かなりチームが頻打に陥っている中で、粘っているのは金子選手、古賀選手、中村選手らで、新助っ人も一軍にはおらず、若手からのブレイク選手も出てきていません。想定通り12球団でかなり厳しい頻打のチーム。3、4月は 2.6 点の平均得点から、5月は 2.27 と得点力は低下中です。そして5位、オリックス。オリックスは想定以上の頻打です。森選手や頓宮選手、タイトル争い上位に期待した選手に加え、西川龍馬選手の獲得。さらにセデーニュや杉本選手ら、長打期待選手、紅林選手や中川選手ら、ある程度打率を期待したい選手もいます。打力的には上位を期待されていましたが、頓宮選手が不振。森選手が少しずつ上がってきた印象もありますが、まだまだプラスにはなっておらず、西川選手もまだ OPS5 割2分3厘。中川圭太選手も出遅れがあり、杉本選手も不振。種海のセデーニョも7本塁打19打点、OPS7 割9分2厘と素晴らしいですが、少しずつ苦しい内容、チャンスでの1打では苦しんできています。福田選手や西野選手らが貢献してきていますが、やはり主力が低調だとなかなか得点が入りません。頓宮選手が13打点、森選手が10打点、セデーニョに次いで打点を記録することはできていますが、本来ならこの2人、パリーグの打力で上位に持っていきたかった選手たち。今月はチーム全体で9試合で17得点と、1試合平均2得点もなく、5月の月間得点ではぶっちぎりでワーストになってしまっています。そしてロッテ。ロッテは今季ソトが加入、さらに岡選手が構想中全てで外せない存在になってきています。ベテランや助っ人の活躍が光り、佐藤俊也選手が3割7厘、友杉選手も2割9分4厘と冷えてきてから持ち直してきたり、2桁打点選手も4人います。ポランコが6本、次が外、岡選手が4本と長打も出てきていますし、岡選手、外、佐藤俊也選手の OPS は7割を超えることができています。もちろん岡選手が元気ではありますが、全体で足を使った攻撃が活発かと言われると微妙なところ。犠打の精度も決して低いわけではありませんし、盗塁の成功率も低くありません。ただ数もそこまで多くなければ少ないわけでもないので、全体的には平均的。昨年までと同様、ある程度ベテラン、助っ人組中心の活躍で、安田選手も低調、山口選手もまだ大ブレイクとはほど遠く、想定通りとは決して言っていないでしょうが、パリーグの中ではある程度平均的な得点力になってきているかなと思います。そして日本ハム。日本ハムは本来期待されている助っ人がまだ結果とはなっていませんが、アリエル、万波選手に加え、郡司選手が現在チームトップクラスの本塁打打点を記録中、数少ない20打点に到達しているところで柱になってきています。またピーク時よりは冷えてきていますが、タミヤ選手もまだ3割を超えていて、12打点などキャッチャーとしてだけではなく打撃でもアピールできています。犠打の成功率が最も高い一方で、盗塁の成功率は5位で6割7分4厘。それでも数自体は多いので、相手にプレッシャーを与えたり、得点につなげる攻撃もできている部分があります。投手の奮闘もありますが、打撃陣でもまずまずコアを固めつつあり、いろんな選手の戦力化ができているところがあるので、まあ、爆発的な攻撃力アップではないかもしれませんが、平均以上の火力を出すことができていて、大量得点という試合もあるので、現在の月間得点では48でリーグでトップになります。そして楽天。楽天も攻撃力は非常に高いです。正直主力選手の状態が決していいかと言われると難しいところ。浅村選手も2割3分4厘4本塁打21打点と打点自体は多いですが、彼からするとまだまだ上げてほしいところ。そして島内選手もまだ復活とはなっておらず、11打点ですが OPS は6割2分2厘。ただ上位打線で起用されている村林選手が2割6分2厘、そして小郷選手が2割8分6厘、出塁率3割4分3厘、11盗塁と足を使える上で出塁率も高い、理想的な一番バッターになりつつあります。
現在7番で起用されている辰巳選手が3割を超えていて OPS 7割9分1厘と打力的には欠かせないところ、まあ彼の打順が遠いなと感じるところも多いです。上位打線で大郷選手、村林選手、さらに主力で状態が上がりきっていない中で浅村選手、島内選手という起用がある中で、まあせめて次に辰巳選手が欲しいところなんですが、7番というのは遠いです。さらに下位打線、キャッチャーで起用されている石原剛選手が OPS 7割8分9厘と想定以上のアピール中、小深田選手が打撃で苦しいですが11盗塁、本塁打自体は多くなくても盗塁は28でリーグ3位ですが、成功率は8割2分4厘でリーグトップ、犠打も37でリーグトップ、成功率が9割2分5厘でリーグ2位、小技等をかなり意識して多く使ってきて実際精度は高いところもあります。といってもバントは多いですし、もう少し攻撃的に取れそうなところ、で3、4番の打順的なところでもまだ状態が上がっていない選手がいる中で7番の選手が打ちまくっているというのは、まあこれから考えていく必要もあるかなと思います。まあ5番バッターでも鈴木大地選手らが当初我慢強く起用されていて、まあ少しずつ結果も出てきた部分がありますが、まあ打順の組み替えというところも考えてもいい頃かなと思います。といっても現段階では得点はリーグ2位ですし、パリーグ全体で見ても得点力というところはまずまず高いチームでもあるので、打撃陣でさらに得点を取ることができれば上位というところも見えてくるかもしれません。そしてソフトバンク、ソフトバンクはパリーグだけではなく12球団で最も得点力で抜けているチームです。先日の動画でもお話ししましたが、今パリーグのタイトルはソフトバンクの選手たちが占めているような状況になります。平均得点では 1.6 点ほど差があるだけではなく、 OPS がチーム全体で7割を超えてるんですよね。まあ西武に関しては OPS7 割を超えている選手自体がそもそもいないという中で、全体で7割を超えているというのは恐ろしい数字です。近藤選手や柳田選手がタイトル最上位なだけではなく、周東選手は3割1分7厘と冷えてきても持ち直してきました。さらに牧原大成選手が離脱しても三森選手が3割6分6厘1本と代役、それ以上の活躍を見せています。山川選手も9本36打点で本塁打王、打点王を独走中です。スタッツ全てが抜けていて盗塁も30でリーグ2位、犠打30も比較的多いなという印象はありますが、主力選手が非常に強力なのでチャンスで主軸に回せれば一気に得点力を増やせる、それくらいのメンバーになります。3から5番の合計のスタッツで2割9分6人17本83打点、これだけの打点を稼いでくれているえげつないメンバーになります。まあ、完全に頭一つ抜けている打力、当然オリックスもソフトバンクほどとは言わないにしても最上に来ると思っていたところ、今季はソフトバンク先発陣で大きな改善が見られているところで、この野手の力で現時点で非常に良い戦いになっています。そして巨人、ある程度長打で期待されていたチームですが、打率5位、得点力も5位とかなり苦しいです。岡本選手の本塁打8本というのはこちらも頭一つ抜けているような印象はありますが、坂本選手も出ることができていながら打撃で突き抜けられているわけではありません。吉川選手、門脇選手、岡本選手、坂本選手と内野の守備はかなり固めることができていますが、岡本選手以外 OPS 7割以上という選手はいません。外野でも多く期待されている選手はいますし、萩尾選手らのアピールはありましたが、ルーキーや復活期待の選手も起用されながら欠出という選手が出てきていません。さらに本来主力として想定されていた大城選手も不振と抹消、昨年ブレイクの秋広選手もまだ4試合のみです。盗塁は20とリーグトップタイで成功率も上位と、昨年まで課題だった足を使った攻撃はできていますが、得点圏ではワーストの2割8厘、ギダもそこまで数が目立つわけではないですが、ギダ規格数は48で最多です。攻撃面の作戦等でも課題はまだまだあります。まあ、ただ一時期に比べると小技等も決まってきた印象もあるので、まあ少しずつ慣れてきたかなという印象もあります。打撃では苦しんでいて常に接戦の展開が続く中、投手が想像以上に奮闘中で勝てているというのは良いところかなと思います。そして広島、広島はセリーグ全体でかなり打力でマイナスになっているチームです。昨年の本塁打からデビッドソン、マクブルーム、西川龍馬選手が抜け、今季は助っ人2人が打てて、そして若手の田村選手らがブレイクとなれれば打撃的に平均クラスに持っていける、そんな期待もありましたが、現時点では助っ人が離脱中、さらに田村選手もブレイクとはなっていません。宇草選手のアピールもありますが、今季もベテラン中心で坂倉選手がまさかの不振、小園選手が3、4、5、いろんな打順で起用されていますが、まあ、正直打力、長打という観点では相手になかなか怖さを与えることができていません。盗塁も14と決して多くはありませんし、成功率は4割2分4厘でリーグ5位です。投手の打撃が光っているところはありますが、主軸的な選手でもなかなか固めることすらできず、得点圏でも大きなプラスがない。5月の月間得点数は10試合で19得点なので、オリックス同様1試合平均2得点というのも難しい状況。投手の粘りは大きいですが、さすがにここまで長打が出ないと、どうしても上位に行くというのは難しくなってくるかもしれません。
そして中日。中日は今季当初首位など歴史的なスタート、球団史上最高額の補強でもある中田選手の獲得など今季にかける思いは相当強かったと思いますが、打力的にはそこまで変わっているわけではありません。ただ細川選手がすでに昨年以上の活躍というのが素晴らしく、3割4厘8本23打点 OPS9 割1厘とセリーグ12球団のタイトルでも上位になってくるような選手になってきました。チャンスでも勝負強い打撃を見せることができ、村松選手もさすがに一時期よりは冷えてきた印象もありますが、3割5分9厘 OPS8 割3分6厘と非常に良い内容です。カリステも中軸的に起用され OPS7 割、正直中田選手現段階ではかなり苦しいですが、細川選手、村松選手、カリステ中心に打撃的には良い選手も目立っていますし、今年は中田選手が苦しい中でビシエドという選択肢がいるのも大きいでしょう。岡林選手の状態が上がらなかったり離脱選手も出てきていて、盗塁は4でワースト、さらに成功率も3割6分4厘と致命的、犠打は36と2番目に多く成功率も平均的、長打がいいのは細川選手の力が大変大きく、足という観点ではむしろマイナス、中田選手も正直打力的にプラスとはなっていないところです。ただ村松選手、カリステの躍動などもあって光る部分も大きく、他球団の打力低下も相まって得点は平均的、5月に関してはチーム打率もトップですし、得点も35でまずまず取れているところ。ただ一方で先発が防御率 4.24 と一番悪い数字になってしまっていて、全く噛み合ってこないので、なかなか上位に上げるということができていません。そして DeNA、今季は当初ルーキー渡来選手、石上選手への期待、さらに今季こそ稼働を期待したいオースティンなど大きな期待もあった打撃陣。当初渡来選手が目立つ活躍も見せましたが、波も大きくついに抹消、さらにオースティンも結局離脱、その中で筒香選手加入という大きなプラスはありましたが、正直得点力で上積みができているかと言われると難しいです。阪神戦の7点差逆転など印象的な勝ち方はできていますが、決して上位で順調な戦いができているわけではありません。牧選手が2割6分2厘5本塁打ではありますが、 OPS7 割1分7厘と彼本来の数字から考えると低調、さらに佐野選手も OPS7 割を下回り、宮崎選手も昨年ほど打ちまくっているスタートではありません。筒香選手が加入後2本で印象的な一発こそ放ってくれていますが、欠出している選手は多くありません。もちろん OPS7 割を超えられているのが牧選手、宮崎選手、山本選手らいますが、ある種平均的、特に守備ミスがかなり際立っているところが大きな課題です。特に盗塁は20でトップタイ、さらに犠打も成功率 100% の15、足を意識した攻撃の意図は感じるところですが、やはり打撃でもっともっと上げていきたいところですし、得点43は5月に関してはリーグトップなのですが負け越しています。まあそれだけ噛み合わない、接戦を落としているというところが目立つでしょう。そして阪神、阪神は2023年長打こそ苦しみながら、安定的な打率と出塁、足を使った攻撃で得点トップの攻撃陣を作ることができました。しかし今シーズンは開幕してから大山選手の状態が上がりません。さらに佐藤輝明選手も少しずつ打撃で上げてきたような印象もありましたが、守備でも苦しく、ついに抹消となってしまいました。ノイジーがまずまずではありますが、 OPS7 割を超えているのは近本選手、森下選手のみ。近本選手がすでに2割8分5厘6本 OPS8 割4分7厘とさすがですが、森下選手も5本塁打ながら5月は本塁打ゼロなんですよね。まあレギュラーを掴んでいるといえばそうですが、大山選手が上がってこない、佐藤選手が抹消、森下選手も中軸として少し起用が難しく、5月は冷えているというような状況になります。で、盗塁もリーグ全体で11と5番目、成功率も6割1分1厘で4位と、足を使った攻撃も目立ってるわけではないんですよね。代打で糸原選手や前川選手らサブ的な選手が結果を出してくれているところはありますが、本来1軍の主力として考えられた選手が苦しいことで大量点というところがなかなかできていませんでした。すでに近本選手の3番起用があったり、原口選手4番抜擢だったりと、打順でも大きな動き、テコ入れがあり、昨年のようにスタメン全ポジションを固めているというわけではありません。ただ前川選手がアピールした時期もあったり、井上選手も上位で起用されることもあったり、主力が低調という想定外の中である程度カバーしたいところ、3、4月の得点はリーグ2位ですし、5月の得点も4位なので、そこまで大きな課題にはなっていないところ、まあ、特にこれだけ主力の状態が上がっていないのに首位争いできているというところでは良いところではあるのかなと思います。そしてヤクルト、ヤクルトは今季村上選手がすでに9本塁打と完全に復活を果たしていて、オスナが2割7分8厘6本26打点 OPS7 割9分2厘、サンタナが3割5分1厘5本塁打23打点 OPS9 割5分7厘と最強クラスのクリーンナップを作ることができています。
現在の助っ人事情を考えれば、2桁本塁打を打てる助っ人すら希少という中で、OPS7 割という選手も球界でも限られてきました。その中でこの3人、特にこの助っ人2人の活躍、欠度というのは目立つところです。ただ本来主力的に期待したかった塩見選手が大怪我で今季全休想定。さらに山田選手も複数離脱でまだ満足に出ることができておらず、中村雄平選手も1割9分2厘と苦しい上で、サブ的なキャッチャー、特に若手選手で期待もあった内山聡真選手らも離脱中、代打の川端選手、青木選手らのベテランもかなり厳しいスタートです。塩見選手、山田選手を欠きながら圧倒的な主力に加え、丸山選手が高打率、長岡選手も長打を見せることができていて、打撃的には現在リーグトップです。球場も狭い上で当初はかなり厳しいと想定されていましたが、先発が想像以上のスタート、逆にリリーフは怪我に相まって相当厳しいスタート、その中で打撃陣が快調というのは希望でもありますので、なんとかこの打撃陣で上位に持っていきたいところです。全体としてはこんなところ。平均得点力的に並べてみました。西武、広島、中日の得点力課題はある程度想定通りではありますが、オリックス、巨人は想定以上の打撃課題に苦しんでいます。まあ、やはりソフトバンクの得点力は12球団で見ても傾向していますし、まあ、この得点力だけではなく守備でも大きな貢献があるので、まあ、野手の総合力というところがソフトバンクの大きな武器です。ヤクルトも主力中心に得点力は素晴らしいですが、逆に得点力で苦しい巨人が現時点で貯金4、広島も5割というのはよく耐えられているなというところもあります。一方ヤクルトは大きな差がありませんが、この得点力で上位にできていないのは、上位に行くことができていないのは苦しいでしょう。オリックスも4連覇を狙うシーズンでまさかのスタート、そろそろ主力が上がってきてくれないと取り返しがつかない可能性も出てきてしまいます。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。